こんにちはモスマンですカフェ・ファラオダートの新馬戦ですが、えー、2着の馬に10馬身ねぶっちぎるっていう派手な競馬しましたねでその2着の馬あーバーナード・ループが、えー、3着の馬に9馬身つけるっていうねこれいわゆる昔でいうところのエルコンドル・パサーの新馬戦にちょっと近いかなっていう気がして僕はエルコンドル・パサーの新馬戦を生で見ているんですよ実はね っていうところで、ちょっと派手な勝ち方したカフェファラオ、そして決闘的にもね、アメリカのトリプルクランホース、アメリカンファラオ3区ってことで、この馬気になったんで、ちょっと調べてみました。この動画の内容としては、カフェファラオがまず芝で通用するかどうかっていうところを僕が独自の見解でジャッジするっていうことと、それからこの馬のアメリカのセールスヒストリーですね。 どこのセールで、いくらで取引された馬なのか。そして血統ね、カフェファラオの母系。 兄弟馬に活躍馬がいいいいるのかかかどううっっててととところままでね、えー、ししりと、まあ、調べて公開したいと思いますカフェファラオのね、で、新馬戦ちょっと振り返っていきます。えー、このまま1枠1番からですね、じわじわ、まあ、内枠の儀を、えー、使って花に立った感じですね。パトロールビデオを見ますと、えー、内らち沿い、拉致沿いがね、ぴったり走ってるわけじゃなくて、内らちから2馬身ぐらい外を走ってるんですよね。で、ちょっとフラフラしながら走ってましたね。1コーナーに入っていくところとかね。なので、 ちょっとねまだ幼さも見せてはいたんですがこの馬4コーナー回ってから、えー、なんか逃げてたんですけどもさらにこうギアが2つぐらい入ったようなね個人的にこの馬の直線のね加速の仕方は素晴らしかったなと思いますねあの加速の仕方はあもうちょっと スピード出るかなつまり芝でもやれそうかなっていう、そんなような予感はさせてくれました。走りからも芝やれそうかなっていう気はしたんですけれども、さて、芝でやれるかどうかっていうのは決闘的にもね、ちょっと見ていきたいと思うんで、決闘の話はこの動画の最後の方でしようと思います。カフェファラオのお父さんのアメリカンファラオっていうのは、アメリカのトリプルクラウン三冠を制した歴史的名馬ですね。 えこの馬は父がパイアイパイアイエンパイアメーカー3区のパイオニーア・ブ・ザ・ナイルかパイオニーア・ブ・ザ・ナイルエンパイアメーカーファピアのミスター・プロスペクターっていう決闘でついね先日レッドベルジュールの回でねあのアンブライトルツソングが、まあ、最近勢いがありますと母父としてねそしてファピアノ系勢いがありますよってお話ししたんですけどもまさにこの「 アメリカンファラオはファピアノの分子ミスタープロスペクター系の中でも最も勢いのある血統の出身になります今12月の今日14日なんですけれどもアメリカンファラオの成績守護場としての成績を調べてみましたアメリカンファラオはですねアメリカの2歳の守護場ランキングでも1位です うん、やっぱりついてる繁殖もねもうぶっちぎりでクオリティは高いでしょうしねにしてもやっぱり素晴らしいですね、えー、成績ちょっとご紹介しますねアメリカンファローは2019年の2歳戦におきまして産、えー、区が162頭登録されています産、えー、区登録162頭うち68頭が出走して25頭が勝ち上がっています、えー、さらにですね25頭の中で、えー、ステークスね あの準重症以上の勝ち馬が4頭そして重症勝,勝ち馬が3頭ということで、えー、G1 勝ち馬こそ出してないんですけどね早くも重症勝,勝ち馬3頭出ているということであのその中でね1個ねニューヨークのナイラ、まあ、ニューヨークレーセングソシエーションですかねナイラがベルモント競馬場で行われた重症の4ウィールドライブっていう馬がね重症勝,勝ってるんですけども この映像をね、あの、公式の YouTube 動画でアップしていたので、それを僕見ました。これね、芝のレースです。で、もしよかったらね、これあの、リンク貼っとくんでね、あの、アメリカンファラオさんくどんな走りするのかなっていうのはね、気になった方はちょっとご覧になってみてもいいと思いますね。カフェファラオは母の父がモアザンレディなんですよね。モアザンレディっていうのはもう素晴らしい守護です。えー、もう結構年ですよ。97年生なんで22歳かなんかですね。アメリカ、 北米でも強用されてます。アメリカはウィンスターファームのオペレーションですね。そして、オーストラリア、南半球でもシャトルシュボバとして活躍場をもう毎年のように排出しておりまして、これだけ長きにわたってシャトルシュボバでアメリカ大陸とオーストラリア大陸を行き来しているシュボバってのは多分いない。えー、モアサンレディっていうのは、例えばですね、現役で言うと2019年今年のブリーダーズカップマイルを制したユニット。 も出してます。これも芝のレースですね。モアザンレティはダートの勝ち馬も多数排出していますが、オーストラリアで活躍を出しているように、芝の適性も非常に高い守護馬ですね。まあ、サザンヘイローからのヘイローなんで、まあ、サンデー・サイレンスのねヘイローと被ってはいるんですが、芝で優秀な成績を収めている馬ですね。そのモアザンレティが母の父です。 モアザンレディは、えー、ワールドブルードメアサイヤーランキング、ね、世界の母,と母の父の主母馬としてのランキングっていうのがあるんですけどそのワールドブルードメアサイヤーランキング28位です28位は結構優秀ですちなみに1位はサンデーサイレンス2位はアンブライドルツソングです、えー、やっぱりね日本の JRA の賞金高いんでどうしても日本の主母馬が上位に来る傾向にあるんですよワールドブルードメアサイヤーランキングっていうのは、えー、なので モーザンレディの繁殖品馬っていうのはあんまり日本にいない中でねアメリカとオーストラリアの競馬のまあその賞金で28位まで押し上げてるっていうのはやっぱり大したもんかなと思います。 カフェファラオのお父さんはアメリカンファラオ。2歳の芝の重賞を飼っている馬をすでに出しているっていうところで、自身はダートラに活躍した馬でしたが、3区は早くも芝でも結果が出てきているっていうところですね。そしてカフェファラオの母の父は芝でもね、活躍馬を多数出しているモアザンレディーだっていうこと。そしてもうちょっと遡ると、3代、 え、母の父っていうのがミスワキなんですよね。ミスワキって言うとね。当然マーベラスクラウン思い出しますよね。ジャパンカップの勝ち馬です。ミスワキもね。ミスプロ系のまあ、長距離法ですね。ミスタープロスペクター系の中でも長いところで活躍馬を出してきた。名守ボバですが、血統構成で言うとね。かかってる。守護バっていうのは柴田活躍馬を多数出してる。守護馬かかってるんでミスワ。 モアサンレディーと来てそしてアメリカの三冠馬アメリカンフェローっていうねこの決闘構成だけ見ても芝で、えー、やれそうだな っていう、まあ、芝でやれるかどうかっていうのは決闘っていうよりはスピードがあるかないかなんですけども、えー、あの走りを見る限り芝でやれそうな走りもしてましたし、まあ、決闘だけでね、うんちくたれるんであれば、芝で活躍馬を出してきたね、名詞馬母たちがかかっているんで、えー、このカフェファラオが芝でやれる可能性っていうのは結構高いんじゃないかなっていうのが僕の結論なんですよね。カフェファラオの、えー、セールスヒストリーをご紹介します。 えー、この馬ね、2019年現在2歳なので、えー、1歳セールで取引されたとなると、まずパッと思いつくのは、キーンランドの、えー、セプテンバーセール、えー、2018年ってことになりますね。まずは2018年のセプテンバーセール調べてみたところ、えー、お母さんの名前をねす、えーす、すぐに発見することができました。お母さんがね、あのマリーズ・フォーリーっていう名前なんですけども、えー、マリーズ・フォーリーにアメリカン・ファラオの、えー オスがですね上場されてましたね結論から言うとこの馬あ欠場してますアウトですね取引はされてなかったんですがヒップナンバーの0171番で、えー、テーラーメードセールスエージンシーから上場はされてましたが取引には至らずですねこの段階でもしかしたらあ現行の馬主さんに庭先売買でね下で取引されたのかなっていうそういう,う予感もしたんですがただまあ 可能性としては、セールスリンクに、まちょっと上がるには、厳しい何か、例えばちょっと保養が乱れたとか、あるいはコリックになったとかね、お腹にガスが溜まって、潜痛になっちゃって、あの、歩けなくなっちゃって、泣く泣く帰ったとか、あの、いろんなことありますから、もしかしたらなんか怪我したとか、 うん、病気になったとか、なんとかっていう理由で欠番になった可能性も、まあ、ないことはないなと思って、一応念のためですね、オカラの OBSL も調べました。OBSL っていうのは、えー、調教のついた2細胞が、え、あの、 要は、調教をね、えー、目の前で見せて、走りを見せて、タイムを、ま、測ってもらって、もう、いつでも走れますよっていう状態で、ま、競りにかけることですね。2歳の、ま、ready to run sale とか、breeze up sale なんていう言い方をしますよね。今年の2019年3月の OBS セールの、え結果を見てみたんですが、そしたらですね、ばっつりいましたね。と <laughs> いうことでですね、あの、結番になった後、おそらく軟化して、ね、あの、 インターステイト75号をですね、1200マイルほど走って、おからの方に移って、えー、調教を受けたものと思われますね。はい、えー、OBS のマーチセールですね、えー、エディ・ウッズから、エディ・ウッズっていうのは非常に有名なピンフッカーです。あのー、こういうね、一切馬を、まあなんていうか、例えば1万ドルで買った馬を調教して、10万ドルで売るっていうようなね、こういう転売の,、まあ、のプロですね。 エディ・ウッズは非常に有名なオカラの、まあ、ピンフッカーなんですけども、えー、エディ・ウッズから上場されまして47万5千ドルバイヤーの名義がーナービック・インターナショナルっていうことで日本人っぽい名前ではなかったですけどねナービック・インターナショナル名義で47万5千ドルお母さん重症化チームですそしてお姉さんも重症化ってますこの決闘でアメリカン・ファローの初年度産区で 47万5千ってのは比較的お買い得なんじゃないかなと正直思いますカフェ・ファラオのお母さんメリーズ・フォーリーズっていうのはモーザン・レディの肌で4勝していますねミセス・リバース・ステークス G2 チャーチル・ダウンズチャーチル・ダウンズの重賞勝つって相当レベル高いですやっぱりニューヨークだったらサラトガとかベルモントこの中西部で言うんだったらぶっちぎりでチャーチル・ダウンズ そして西海岸だったら、やっぱりサンタアニータ競馬場。この辺がレベルがやっぱり高い。一つ二つ抜けて高いので、チャーチルダウンズの G2 買ってるっていうのは、やっぱりレベルが高いですね。その後もローリングスプリングステークス G3。これはモンマスですね。メリーランドですね。この辺のまあ主要な大きな開催の住所買ってるってことで、お母さんも活躍した馬っていう判断でいいと思います。 このお母さんがすでに5頭3区を生んでまして4頭がレーシングエイジ競馬に行ける年齢に達しているつまり2歳以上ってことですねちょっと読みますねダムオブファイブアダレジ e スター g i s t e r e d f オブレーシングエイジフォールト e 4 to ス a c e 3ーナー n ってことで4頭が競馬行ける年齢に達していてそして4頭がすでに競馬に行っていて3頭が勝ち上がっているこれも優秀ですその代表3区がナイトパウダー バイ・ジャイアンツ・コーズウェイ4勝2242歳から4歳まで走って4勝を挙げていてこの馬もトラ,トランスルベニア・ステークス G3 キーンランドこれを勝っているとキーンランドで勝つのもやっぱりレベルが高いですねはいこの馬複数重賞勝,勝ってますねちょっと多いんで活躍しますがその後さらに下でリーガル・グローリーバイ、えーね・アニマル・キングダムこの前日本に変わりましたねアニマル・キングダムアニマル・キングダムの3区で2勝していますね トゥースタートアット2018年2018年に2走して1個スチュワートマ,マナーステークスアクエダクトでこれを買っ重賞を勝っているとあステークスかなステークス勝ってますカフェファラオの、ね、お母さんはすでに2頭のステークスウィナー1頭の重賞ウィナーを出しているので非常に走るンクを出すお母さんですね ステークスプロデューサー、ね、グレードプロデューサーですから、カフェファラオは非常に可能性を秘めた馬だと思います。上がこれだけ走っていますし、正直ジャイアンツ・コーズウェイこそね、スーパースタリオンですが、アニマル・キングな馬はちょっと微妙です。でジャイアンツ・コーズウェイでキーン・ランドの G3 勝てる馬が出たっていうことは、アメリカの三冠ホース、アメリカン・ファラオを迎えてね、この馬が日本で、えー、芝、 の重傷を買っても全くおかしくない。それぐらいのポテンシャルを秘めてる馬だということですね。血統的なポテンシャルはとても高いですね。はい。まとめなんですけれども、まず、新馬戦ね、勝っただけなんですけれどもね。ただ、ま、10馬進され勝ったっていうのはやっぱりパフォーマンス的には非常に、えー、印象的ですよね。っていうより、ま、あ僕もやっぱり10馬進され勝った。しかも2着の馬が9馬進差をつけてね、えー、入ってるってことで。ま、あ2戦目以降見てみないとこの馬がどれだけの馬かどうかはわかりませんが、 ただ、決闘的にはね、非常に活気のある決闘。母系も、お母さん重症化チーム。その産区たちもすでに重症化っている、えー。そしてお父さんはアメリカのね、えー、トリプルクラウンホース、アメリカンファラオ。その、まあ、初年度産区ってことですね。生理の価格が47万5千ドルってことで、まあ、飛び抜けた高くはないですが、安くもないですね。もう、走れることが証明された状態で47万5千です。最後の最後に、えー、おまけです。 カフェファラオと同じレースでデビューした、えー、スイっていう馬ね、美味しいマーフィー騎士で走ってますけど、8着。これがね、社台スタリオンステーションにいる、えー、ドルフォンっていうシュボバの、その妹なんだそうですね。えー、それ入ってきてると、それ知らなかったんですよ。父がね、ジオポンティからキャンディライドに変わっているんですが、えー、この馬ね、実は、 あのカフェ・ファラオと同じセール出身ですね同じ日に走ってますあのパフォーマンスとしてでこの馬もねすごいですよヒップナンバー147147番で上場されまして、えー、ラストトハロンで10秒フラットでかけてますよ2歳の3月で10秒フラットってどういうことかっていうと上がりンハロン33秒って言ったらはえーって印象ですよね それは、11秒、11秒、11秒で、ラスト三半をかけた時に33秒ですよ。ね。この馬は、2歳の3月で、ラストね、一ハロ10秒フラットで走るんです。10フラット。ってことは、もし10フラット、10フラット、10フラットでかけたら、ラストで上がり3波音、3、え、上がア3ロンが三0秒っていうね。まあ、そんなわけないんですけど、まあ、要は、 2歳の3月の時点で10フラット出せるぐらいもう仕上がってるっていうこと、勝み吉田名義で67万5000ドルですね。さすがに上が G1 馬ですからちょっとね値段高いですけれども、えー、まあこれ、貧馬なんでね、あのやっぱり貧馬であれば67万5000ドルっていうのは投資としてはそんなに高くない気がします。もし、怪我して1個も勝てなくても、 ドリフォンシュボバドリフォンの妹ってことで繁殖品馬としてはね価値が出ますから。 67万5000ドルで、えー、このドルフォンの販売ねキャンディライドの品馬を、まあ、テンフラットルかけるようなねもうすでに仕上がってる状態で買えたっていうのは結構いいショッピングな気がしますねあの結構勝見吉田名義では何とも買ってますよこのセールヒップの346のねアンクルモーの品馬もね、えー、これも52万5000ドルってことでやっぱりねあのー、先行投資に余念がないですよねでこれも品馬なんですよややっっっっぱり品馬買ててるってことは現役やった と確実に繁殖入れるってことを目論んでるわけであのそういったところがやっぱりビジネス上手かなっていう気もしつつですね、えー、まあジャパンマネーやっぱりオカラでは炸裂してますねはいっていうところで、えー、最後ちょっと余談長くなりましたがカフェ・ファロー決闘的にちょっと面白い芝でもやるそうな決闘構成になってるってこと走りもねなんかあ僕は芝でもやれそうだなと思わせるような走りをしていましたね2戦目 ぜひぜひ見たいですね、この馬ね。2戦目の走りであ将来性が少し見えてくるんじゃないかなと思いました。はい、ということでこの動画は以上です。さよなら。バイバイ。